機関車トビーの活躍、ウェイルボートオードリー作、レジナルド・ダルビーへ。読者の皆さんへ。かわいそうにトーマスは揉め事に巻き込まれてしまいます。そこで太っちょの局長はトビーを一斉に呼ぶことにしました。やがてトーマスとトビーは大の仲良しになりました。トビーはおかしな格好の小さな機関車です。大変働き者で誰からも好かれています。皆さんもきっと好きになってくれることでしょう。著者。トビーと太っちょの紳士。トビーは小さくてがっしりした路面機関車です。前には牛よけがあり、横には脇板が張ってあるので、とても蒸気機関車には見えません。トビーの役目は農園や工場から貨車を引いて本線まで届けることです。道を走ったり、野原や村の中を通ります。人に会うといつも機嫌よくチリンチリンと挨拶をします。トビーにはヘンリエタというお気に入りの客車がついています。昔はヘンリエタも、ずいぶん活躍したものですが、今ではお客も減り、ヘンリエッタにはそれが不満でした。そのうちいいことがあるさと言って、トビーはヘンリエッタを慰めるのでした。バスがお客をいっぱい乗せて勢いよくトビーを追い越していきます。嫌な世の中になったわ。ヘンリエッタはバスを見送りながら言いました。そして満員のお客を乗せ、後ろに貨車を9台も引き連れて走った昔のことを懐かしく思い出すのです。それが今ではたったの3台か4台。それというのも、農園や工場が荷物の多くをトラックで送り出すからです。トビーはいつも気をつけて走るので、事故を起こしたことはありませんが、バスやトラックはよく事故を起こします。それでも、バスは満員で、ヘンリエタはガラ空きなのです。わざわざバスに乗ってトビーを見に来る人もいます。おかしな格好だな、はははは。そうこう言われるとトビーは腹が立ってくるのです。ある日一台の車がトビーのすぐそばに止まりました。車から男の子が飛び出してきて妹に声をかけました。おいでよブリジット、面白い機関車がいるよ。二人はトビーのところに走っていきました。後から二人の女の人と太っちょの紳士がついてきます。おじいちゃま、この機関車見て。ああ、これは路面機関車だよ。紳士はニコニコと兄のスティーブに答えました。これ電気で走るの？ブリジットが聞くと、トビーは蒸気を吹き出しました。ダメだよ、怒っちゃったじゃないか、とスティーブ。だって路面車は電気で走るんでしょ。大抵はそうだよ。でもこれは蒸気で走るのだよ。太っちょの紳士が二人に教えました。おじいちゃま乗ってもいい？ねえお願い。
ちょうど車掌が出発の笛を吹くところです。待ちたまえ。太っちょの紳士の大きな声に驚いて車掌は思わず笛を落としてしまいました。車掌が笛を拾っている間にみんなはヘンリエッタに乗り込みました。ヘンリエッタは嬉しそうにトビーの後をついていきます。でもトビーはまだ機嫌が直りません。この僕が電気で走るなんて。太っちょの紳士とその家族は乗り換え駅まで行くと、またトビーに乗って車のところへ戻りました。君は何という名前かね。太っちょの紳士が聞きました。トビーです。とても楽しかったよトビーくん。ありがとう。こちらこそありがとうございます。トビーの機嫌はすっかり治りました。この紳士は機関士のことをよく知っている人だと思ったのです。それから2週間、スティーブンとブリジットは毎日トビーに乗りに行きました。車掌と一緒に乗ったり、空っぽの貨車に乗ったり、最後には機関士に乗せてもらったりしたのです。いよいよお別れを言う時にみんなは悲しくなりました。スティーブンとブリジットはトビーをはじめ機関士助手車掌一人一人にお礼を言いました。太っちょの紳士はみんなにプレゼントをあげました。ピッピッピッ、またすぐ来てね。トビーが挨拶をします。また来るね、きっとね。子供たちはトビーが見えなくなるまで手を振りました。やがてトビーの運ぶ荷物はほとんどなくなり、お客もますます少なくなりました。ある朝、機関士が悲しそうに言いました。もう今日が最後だよトビー、この線は明日からなくなるんだって。その日ヘンリエタには乗り切れないほどのお客が押しかけてきました。貨車やブレーキ車までお客でいっぱいです。切符も足りなくなりました。さよならトビー、この線がなくなるのは残念だよ。みんなが言ってくれました。僕も残念です。トビーはしょんぼりと言いました。お客がみんな帰るとトビーはゆっくり機関庫に戻りました。ああ、これでもうおしまいか。トビーは暗い気持ちで眠りにつきました。次の朝、機関庫の扉が勢いよく開かれました。トビーがびっくりして目を覚ますと機関士が踊っています。機関士も夢中になって髪をひらひらさせています。トビー起きろよ、ほら、あの太っちょの紳士からの手紙だよ。むからよく聞くんだぞ。トビーは耳を澄ましました。そしてでもこの話はここまで、ここでおしまいにします。そうでないと次のお話がつまらなくなりますからね。